はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。はい、今回はね、久しぶりにゴディックスさんから一つ提供いただいたものがあります。こちらになります。はい、ちょっと今ビニール入ってますけども、これを見てわかりますよね、何か。はい、こちらなんですけど、ゴディックスの、自転車の空気入れ GX33P、はい、のレッドになります。こちらの特徴なんですけど、ネジ式のバルブになります。A 式、筒式、あと A 式、B 式むちゃくちゃだってね。アメリカ、イギリス、フランス、要はね、米、A、普通のその3種類が使用可能なバルブ、特殊なバルブになってます。こうネジ式なんですね。あとね、ここに2つついてますけど、まあ、いろんなのに使える、この黄色いやつと、あとボールとかね、サッカーボールとかバスケットボールとかのボールのに空気入れるやつですね、これですね。この2つがくっついてます。そしてこちらがバルブ、ね、こんな感じになってますよ、ね、どんな感じで使うんでしょうかと思っちゃいますよね。そこがちょっと問題点ではあったんですけど、これママチャリとかで使ってうまく空気が入んないよっていう問い合わせがどうやら多いみたいです。なんでその方法とかやり方をちょっと試してみたいなと思うんですが、はい。そしてもう一つの特徴としては、ここメーターついてますね。このメーターが 160PSI と、あと12バーまで、メモリがついてます。まあ12あれば十分かな。160入るんですね。それはいいですね。ではですね、ヒラに来てもらいまして、こちらにタイヤを2つ用意してきました。 A 式と普通式です。はい、これ用意したんで、いきなり前情報なしにとりあえず空気入れてもらおうと思います。一応これだけお城かな。こんな風にこうやってやって、これはアメリカ式のやつはこうやってやるらしい、フランス式とイギリス式はこれを伸ばしてやるらしい。では早速トライしてもらいましょう。なんだよね、なんかないんかい。では早速トライしてもらいましょう。イエーイ。一回も入れたことないんだよね。何を？空気。空気自体は入れたことあるじゃん。刺し方が分かんなかったんだよね。刺したこと一回も。いやいや、自分のさ、通学に使ってた自転車はやったことあるでしょ。うん、うん、それ刺すじゃん。うん、刺すっていうかカチャってくっつける。これはフランス式のやつ。縮めればいいんだよね。縮めるとアメリカ式ですね。で、伸ばすとフランス式とイギリス式。伸ばせばいいね。うん、伸ばした状態でやる。あ、そっか、フランス式は入れたことないんだっけ。このタイプロードの自転車そもそも入れたことない。入れたことない。じゃあロードはどうやってやるかだけ教えるわ。ロードはここのところをこうやって外すの。ここまでで、これで押すと空気が抜けんのよ、うん、ね、押すと空気が抜けんの。とりあえず空気入今パンパンに入ってるから抜こっかうん、これぐらいまで抜いておきます。さあ、ひらりはどうするでしょう。伸ばす。まあこれはね、通常差し込んでくるくる回す、それだけは教えておこうかな。くるくる回すんです。くるくる回すのネジみたい。ちょっと一回外してみようか。これね、ここの構造見て、なんかネジみたいになってるでしょ、うん、ここだから、そこにくっつけてくるくる回すとネジみたいにくるくる入っていくはずなのよ。ちょっとホースの状態が良くないから、ホースをきれいにやる。多分ね、動かなくなるまでずっと回すんだと思う。あ、いけた。止まった？うん。じゃあこれで空気を入れてみようかね。ちょっと待って。それなんで後ろ向くよ。ちょっと立ってそこに立てといて。いいよいいよ、全然いいよ。
で、大体ロードバイクは7っていうところまで入れます。わかる？7って。うん。空気が悪いらしいよ。空気が悪いらしいです。ここだよね、7。7まではとても入れられないのかな、女の子。どうなんだ。ちょっと痩せちゃったからさ、入れられるかな。そうそう、痩せちゃった。ちゃんとね、踏んでやった方がいいと思う。隠れちゃうね。よいしょ。ちょっと影になってます。よいしょ。やっぱ入ってかないんだね、なかなか。うん。よいしょ。全体重乗っけないんだね。もうあの今いくつ？今6。6。ダメだ。多分ね、一気にやらないと入んないと思うんだよね。ギリギリだね。足ついてないね。はい、ちょっとこの状態見てください。はい。もうあの、ここに全体重立てて、あー、やっぱそこまでしないと入らないんだ。もう行かないね。あともう一枚目もなんだけど、これ、そうね、これだともう少し簡単に入らないと、これは困るね。やっぱりね、いろんなやつがあるんですよ。で、入りやすいやつとか入りにくいやつとかいろいろあって、あの、僕もね、いろんなタイプを使っているんだけど、入りにくいやつと入りやすいやつはあるんですよ。さすがにね、僕の力ではこういうことはないんだけど、うん、女性がやるにはちょっと力が必要なタイプかもしれないですね。あ、でも7いけました。7、なんとかいきましたか。はい、7いきました。では、はい、じゃあ外してみましょう。これを外すのもお仕事ですね。外すときはさっきと反対に回さないといけないですね。どっちに回したっけ。こういうネジはね、もう全て決まってんのよ。締めるときは時計回し、時計と反対回しは緩めるっていう。もうそれはもう、あの、何度も多分一緒にやってきて、何度も話してるかもしれないです。で、これをね、抜かないように、空気を抜かないようにやんないといけないのよ。で、あの、右手で押すのは絶対ダメよ、それ。してないよ。あ、ほんと？まっすぐ抜いていかないといけないんだよ。あ、これどんどん抜けていきますね。これはなかなか女性には辛いのか。反対に回しちゃダメよ。で、どんどん時計の反対回しに回しながら抜く。あ、なかなか抜けないんだ、これ。あ、抜けました。やっと抜けました。はい、抜けちゃったかな。少し抜けちゃってると思うけど、まあ、それで締めてもらって、はい、どれぐらい抜けて、今のでね、多分ね、ああいう抜き方すると多分ね、7入れたけど6ぐらいとか 6.5 ぐらいにはなっちゃってるかもしれない。うん、意外とね、ロードバイクってタイヤの中に空気があんまり入らないんで、ちょっと抜くだけで、一瞬抜くだけで結構抜けます。一応これどんだけ抜けてるかも含めて調べるんで、もう一回僕はちょっとやってみましょうか。さっきは7まで入ったんだけど、それがどうなったかな。空気を抜かないようにこうやってるのがポイントなんですよね。これがね、難しいな。よいしょ。はい、入りました。はい、ちょっと戻ってね。あ、やっぱもう6まで落ちてますね。さっきので1抜けてます。うん、僕だとこんな感じだよね。7までこれで入りました。で、これを抜くときにかなり注意がいるのは、斜めにしない
斜めにするとね、抜けんだよね。あーけどね、これ硬いね、結構硬いね、これはね、抜けるわ、少し抜けちゃう。多分ね、今僕のも抜けたから7よりは少し下がっちゃってる。はい、じゃあこれキャップしてもらって、じゃあこっちは終了ね。はーい、では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 、もう一個イギリスタイプの方をやってみましょう。そうですね、これ実はね、あんまり綺麗じゃない。弟がね、つい最近まで乗ってたやつなんでね、座った後に気づいた。やり方は同じです。タイヤの部分はね、洗ってあるんで、でイギリスのタイプはね、斜めにしたり なんかしてもね、抜けることがないんで、多分この空気入れではフランスのタイプをやるより楽。じゃあちょっとこれここ置きますよ。はい、じゃあやってください。でこれいくつ入ったか見えないでしょ全然、うん、イギリスのタイプって見えないんですよ。だからだいたい入れた時にどんぐらいまでピュッて上がるかなっていうのだけ見とけばいいと思う。だから多分7まで入れるっていうのは無理かもしれないね、これだと。はい、じゃあ外してみましょう。こっちの方がすごい、すごいやりやすかった、こっちの方が、うん、うん、A 式の方が楽だった。こんな感じですね。はい、いかがでしたでしょうか。ね、イギリス式 A 式の方はちゃんと入れることができましたね。だけどフランス式の方は入れてもその後ちょっと抜けやすかったりとかして、ちょっと抜けちゃったりっていうのはありましたね、うん、まあそんな感じで、あとね、入れるの結構きつかった。だんだん自分の体重を全体重乗っけても入っていかなくなっちゃうね、うん、そうね、もう7を入れるのがなんかギリギリみたいな感じだったね。かなり辛そうな感じだったね。あともうちょっとってとこが難しいかな、うん、そうだね。まあけど、うん、なんとかギリギリ入れることはできましたけど、うん、だからもうちょっと楽なやつの方がいいかなって感じはするかなね、女の子が使うのには。ただまあイギリスの A 式のタイプの方はもう全然問題なく入れれそうですね。こんな感じでした。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画ね、面白かったな、参考になったなって方はぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方よろしくお願いします。ではバイバーイ。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの配信しています。チャンネル登録はこちらまで、ぜひよろしくお願いします。